お疲れ様ですメノです、す、え、メ、ー、今回もね「メノーズラジオ」やっていきたいなと思います、えーまあ、タイトルわかるようについてると思うんですけど今回音楽トークミュージシャントークでして、えー、まあねよく言われてるけど、まあ、ちょっと僕はね叩き切ろうかなと思って物申す回です、まあ、でもね真実だし僕が言ってることは正しいんであのうんちにはびこるそういうね まあ二流三流の人や耳の悪い人の噂をねうのみにしないように今回のこのねラジオをちゃんと聞いて最後まであのうん有意義に使ってほしいし学んでほしいなってまあ分かってる人にとってはまあ当たり前なんでうんうんうんってこうあの再確認してもらえたらなって思いますうんそれでは楽しいラジオにしましょうあちなみに画面とかは変わらないんで あの画像とかも特に意味はないんで別に最近の僕が <laughs> こんな感じですっていうね、まあ、ラジオをするだけの話なんであの画像は考えないんで何か作業とかしながらでもいいし、まあ、運転しながらでもいいですしもう自分の好きなことをしながら耳だけ傾けてもらえれば楽しめるスタイルになっておりますはいではやっていきますで、えー、先に今回のテーマ結論から言いますとあのねよくではな、ね、い、まあ、でもよくよくかなんかさ 楽器の音を決めるのは楽器の音というかその全ての出音を決めるのはアンプがほぼ90%んなら100%みたいなアンプとかエフェクターでもう決まるからだからもうさおなんてのはあんま変わんないとか何やってもほとんど同じとかもうなんか A も B も C もどれも同じじゃんみたいな弾き比べとかをしてる人とかねいますよね結構腕の立つ人だったりとか。 あのそれこそ講師をしたりとか人にギターを教えるような人間でも、まあ、これに対して俺がね、まあ、ズバッと物申そうかなって思います、うん、聞くでしょ皆さんも聞いたことないですかあのギターの出音はもうほぼ90%アンプで決まるからサオなんてのは弾き,きやすいら何でもいいとかさボディ材の違いなんかないとかさアルダーだってメープルだって同じだとかさアッシュボディとアルダーその違いなんかねえよとかさ レスポールとこうヤマハが同じだとかさ、うんね、ギブソンもなんか他のなんかエプも変わんねえとかさアンプが良ければ大丈夫みたいなやつとかさ <laughs> ねあるじゃんフェンダーのマスビルとフェンダージャパンも同じ音とかね、うん、もっと言っちゃったらもう球がもうビンテージも原稿もアンプが良ければ変わんねえからとかさアンプで決まるからみたいなね、うん、こういう意見聞いたことないですかあるよね まこれですよ。まあ先にもうズバッとね、もうす摩次元流のごとくね、一撃でもう一刀両断しとくと、もうね、もうバカ。<laughs> クソ耳です。こういうこと言ってるやつは。本当センスないというか、耳がシンプルに弱すぎるんですね。まあこういうこと言ってるやつは多分俺が、俺の世界でいうところのもうミックスとかやったら、マイナス0.1デシベルの違いとか、EQ のカーブがね、0.8と、 0.6とかでもうその差ってのもわかんないんだろうなみたいな、うん、EQ のねあのカット EQ カットのねそのデシベルがフリケンシーの値とかほんのちょっとずれただけでもう違うのにそれも多分聞き取れないんだろうなって思いますワンチャンズンペダルのエフェクターの原因の量10と9の差がわかんないとか、うん、6と8の差がわかんないみたいなね それぐらいの耳だと思います、正直。だもうなんつうの、耳が悪いって自分でなんか声を第二になんか叫んでるみたいなふう,ふうにしか見えないというか。あの、ギターの竿による違いがなくて、いいアンプを使えばアンプとエフターで全部決まるから、それで、うん、もうギターはだから別に弾きやすせがなんでもいいよとかだったらね、あの、楽器業界も成立しないし、そもそも楽器もレコーディングもライブも成立しないんですよね。 まあ俺から言わせればチャチー機材ばっか使ってるからそういう、うん、耳が悪いかのどっちかだからこそ分かんないのかなって思いますねあの。いいギター弾いたことないのかなとか、うん、あとはなんかそうやっぱりチャチーチープな音を作る音作りをすることが当たり前になってるからそのチープな音作りの世界だったらチープな限界値がその限界値になるんで当然ね。 だから、チープの音のレベルでまとまってると、うん。あの、まあ、それはそうかなと思います。わかんないかな、みたいな。あのね、エレキギターって、なんつうのこう、まあ、当然今回アンプにぶっ刺すことの設定で、アンプとかエフェクターでってことだから、あの、アコースティックギターとかは、あのね、話には入ってこないんだけど、まあ、ギターもね、まあ、生なりがいいとかよく聞くじゃん。うん。だ生でギター、じゃんじゃん弾いたらさ、 あの、エレキーダーなんてさ、まあ、正直どれ弾いたってさ、まあ、それ違うは違うんだけど、生なりがいいとかあるからね。でも、まあ、そんなにわかんないじゃん、正直。うん。あの、まあ、違いは、あれどね。でも、アンプぶっ刺したら、それはね、ジャズコとケトナーに刺すのじゃ違うし、あの、フェンダーのアンプとディーゼルに刺すのじゃ違うし、マーシャルとボックスに刺すのじゃ全然音変わりますよね。誰が聴いたって一発でわかるじゃん。あの、違いがね。だから、今回俺が言ってるのは、 アンプの差が意味ないとかアンプによるそのアンプで決まるからって言ってるのを否定してるわけじゃないからねアンプで決まりますよもちろんそれはアンプだったらエフェクターのその音形っていうか個性っていうのはめちゃくちゃ爆発するからもう違うに決まってるしそれが重要なんだけどその先でそれで決まるからギターなんて顔意味ないからとかもうある程度のねやつだと同じだからっていうこの,あの差を低く見,見る問題に対して俺は物申してんだけど。 うん、あのねギターってどん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 爆音になるにつれて音量がでかくなるにつれてギター本体の差っていうのは出てくるんですよわかる言ってることだからちっちゃい音とかねその縮こまった音とかね小音量とかで弾いて,弾いてもわかんないのそんなに差なんか出ないんですよほとんどどん,どんどんどん爆音にしていくというかね音量上げてったりとか大きい会場でやるとかねそれこそライブであの弾き比べるとか あとガチのレコーディングですよね、うん、そういうシーンにおいてギターののの違いいっててうがめちゃくちゃゃくく出るんですよ僕なんかもうガチでレコーディングやってるからもうアンプのシミュレーターが例えば同じで同じねマーシャルを使ってるとして LINE で撮ったとしてねでエフェクターも同じでギターの差を特化一回したらもうギターの差をの違いなんかガチで出るからねもう,もう全然違いますよ全部違う、うん、もう。 誰が聴いたってわかるでしょっていうレベルでギター一本一本の違いが出ますうんそれは全部マーシャルの音しますけどね僕マーシャル使うからさだからマーシャルの音は当然なるんですけどエフェクターの音とも,もちろんなりますよただそのマーシャルを使えばギターの音の違いがもうほとんどないでしょなんてないですしちゃんとした音,音,を音を作って音量の設定をしてねうん で、その楽曲が求めてる一番良いトーンってものを出そうとして、まあ音作りして、で、ある程度もボリューム出して、レコーディングする。ないし、ライブでドーンってやるっていうね。そうすれば、もう、サウの違いなんてもうめちゃくちゃ出るから、あの、でっかい音出してライブとかやったことないのかもしれないんですけど、あの、爆音でライブやれば、あれですからね、サウのレベルの差ってマジでわかりますよ。うん。だって、それ言っちゃったら、だって、 プロのギタートとかさ、有名な人とかさ、別に、竿のレベルなんか問わないじゃん。あれって、なんつうか、そのなんつうの、格好つけで、ね、うん、プライドで、100万もする、200万もする高級ギター使ってると思うんですか。ヴィンテージギターなんて使ってるのは格好つけと思ってるんですか。<laughs> こういう人たちは。あの、意味があって使ってますよ、ちゃんと。音がいいか使ってるんですよ。うん。あの、本当ギター本体、ギターの竿によるレベル差 当たり外れトーンの良い,い悪いこれありますからね、言っとくけど。うん。ギターなんかそんな変わんないからとかさ、安物でも OK とか。ちと安いものでも良い,いものはあるからね。安物を否定してるんではなくて、違いがわかんないバカ耳の言うことを信じちゃダメだよって言ってるわけ。うん。違いはあります。うん。違いがわかんないんだっのはね、耳が悪いって、本当に最初に言ったけど、言ってるだけであって、 その違いを分かるようになんないとミュージシャンとしてはどうなんだって話だし。うん。極論、本当に俺みたいにマイナス0.1デシベルとか、もうカーブがちょっと違うっていうところまで自分の耳の良さを追い込めるようになった方がいいですよ。当たり前だけど。その方が、当然エフェクターの違いだって分かるし、もうなんつうの、もう歪みいっぱい並べて、エフェクターの歪みいっぱい並べて、ブラインドテストやってみんな同じにしか聞こえないとかってのはもうアウトだから。<laughs> うん。 ま、そのレベルだったら逆に幸せでもう何使ってもいいねっていう、あれかもしんないけどね。あの、思考変えれば幸せかもしんないけど、うん。あの、本当自分の技能をね、うん。ギターにしたって、歌にしたって、ベースにしたって、アコギにしたって、作曲にしたって、作詞にしたって、自分の技能を鍛えていく、スキルを上げていくっていうのは当然重要なんだけど、スキルを上げるのも重要だけど、自分の耳も、耳とセンスって繋がってるからね。 耳とセンスの両方を鍛えていく、底上げするっていうのもマジで重要ですよ。耳の、耳の良さってそもそも見えないもんだから。バロメーターとしては絶対に事実存在するんだけど、あの、あなたの耳の良さは今125ですとかさ、わかんないじゃん、そんなの。誰もそんなの教えてくんないし。ないから、測定器がさ。うん。だから、もう感覚でね、自分はどれぐらいとかさ、人にどれぐらいですねって言われるしかないんだけど、主観でも客観であってもね。 でも耳の良さってのは間違いなくあって。全員違くて。うん。人によっては聞き取れないよと思うこの人だったら聞き取れるとかね。あるんですよ。本当に。だ耳の良さってのはみんな違うんで、絶対に存在してるんですよ。このようにバロメーターとしてね。だ幽霊みたいな話かもしれないけど、なんみんな変わんねえよって言うかもないけど、人によって違うんです、本当に。だ存在するバロメーターなんです、絶対に。音楽の世界では。だから、うん、それは間違いなく存在するのに、 なんか、ヴィンテージギターなんて原稿と変わんないからとかさ。うん。なんか、アンプが良ければ、もう本当にフェンダージャパンも、マスビルも同じだし、ヴィンテージのね、ギターって変わんねえからとかさ。アッシュボディとアルダーボディの違いそんなんのねえよとかさ。<laughs> ハリーメープルとスタラボードの違いそんなんねえよとかさ。いるじゃないですか。たまに、たまに聞くよね。普通に。うん。マホガニーとなんかメープル同じとかさ。どういうこっちゃっていうさ。うん。本当 いるんですよでもマジでオールマホのギブソンといわゆるね硬いハードメープルのトップのギブソンが同じアンプが良けばアンプが同じなら同じっていう人とかさもう,ともうバカなのかって俺は思ってるんだけどこういう人に絶対言えんのはほんとライブ経験が薄いとか爆音でバンドやったことがないライブやったことがないとかちゃんとしたレコーディングやってないとか多分そもそもこういう人はねオリジナルとかやってないと思うんですよ。 自分の楽曲、自分がアーティストとして自分の楽曲を作って、フレーズ取って作って、レコーディングして、どっちにしようかなどうしようかなとか悩んでるような人だったら、絶対にギターの差の違いなんて気づくんですよ。違うに決まってるから。うん。だから、高い次元で要するに音楽をやってないというかね。それがもう弾くことだけがメインになっちゃってるとか、もうコピーばっかりして、うん。もうなんかモノマネばっかりしてるから、 ものまねに寄せる作業とかいうかものまねの耳にしかなってないみたいなねうん。だか俺から言るとね本当うん耳が悪いので信じない方がいいですよっていうだから俺本当ねあね全般的に思うんだけど耳の悪い人ってねあんま信用になんないんですよねギター上手くても、うん、ギターが上手いっていのはあのもっと言ってしまえばいい曲を作るいい曲を人に届ける いい演奏をお客さんやリスナーに届けるっていうこのゴール最終地点の前段階の話でそこに技術としてうまく弾くとかねピッキング上手にやるとかフィンガリング上手ってのがあるわけであってここはゴールじゃないんですよその一個奥お客さんに届けるリスナーに届けるっていうのがゴールなわけみんなそうですよね自分だけでギター弾楽しいっていうわけじゃないですよね聞かせたいですよねってことはその前段階なんですよフィンガリングだピッキングだ 音作りだなんだみたいなこれ全てはねだからこの時点で止まってるやつなんですよね俺からはすれば、うん。届けようってなったら当然音に責任が生まれるわけだからきね音そのトーンだなんだってのは当然すごく重要になってくるしこの前段階でねもう指の指が動くかとか早弾きガーとかなんかピッキングガーとか、うん、もうそういうところばっかり気にしてそういうとこばっかりで価値観が消成されちゃってるやつほど こういういいなんていうのトーンに疎いとか耳が悪いとか、うん、耳が育ちきってないとかっていうのが多いと僕は思いますね。うんまあ、なのでねあの今回はいろいろ話しましたけどあのアンプで決まるからアンプで出音は90%決まるとかねあのエクターでアンプとエクターのセットで出音は90%決まるからギターの本体が及ぼす影響力パーセンテージなんてものの。 1>, 1割2割しかないなんていう寝言をよりほざいてるやつがいるんだけど、まあ、経験値が薄すぎるというかね甘いって思いますっていうかあの会場が大きくなればなるほどでっかいアンプで直せば直すほどもういいトーンというのいい音っていうのをメンバーそれぞれが突き詰めていけば突き詰めていくほどオリジナルをやればやるほどギター本体ってものがどれぐらい影響力が大きいかっていうのはねもう本当に痛いほど分かってくるんで。うん だからみんないいギターを手に入れようとするんですよ。ちゃんとやってる人ほど。うん。なんでもいいなんてことにはならないんですよね。もう、うまく弾けるギターとかね。こう、なんつうの。いろんなことができるギターとか。まあ、そういう選び方でそもそもギターって選ぶもんじゃないんで。まあ、初心者はそれでいいと思いますよ。ギター上手くなって、途中の人はね。だからギターの練習用ギターとして選ぶんだったらいいですけど、 練習用のね上手くなるためのギターではなくて人を感動させるためのギター人に自分の演奏や作品を届けるギターっていうそのさっき言ったその一歩手前ではなくて一番奥のゴールのことをちゃんと考えて他人を感動させるんだっていう人に届けるんだ絶対にリスナーに理解するさせるんだっていうねとこのそこまで意識がある人間だったらそういうギターの選び方はしないしあのこんな発言は言わないんですよ アンプル全部決まるからとかギターなんて何でもいいとかさギターの役割は本体は1割ぐらいしか決まねえこう役に立たないなんて言わないから絶対もう分かってないなこういうやつはみんな俺から言わせればはいなんで皆さんもねあのそういう間抜けな人は信じないでくださいというかそ,そもそもとしてギター本体の違いとかねサウのその違いのロマンを感じれる人間というかギターリストになりましょうっていう話ですねそ,がその方が楽しいしね実際にうん 極めていけばギターギターはギターの本体ですよ本体が良ければむしろどんなアンプ使ったっていい音出るから俺が言わせれば安いチープなギターアンプでもギターの音が良ければちゃんといい音出るから違い出ますよ、うん、でそのいいギターだったら逆に良いアンプを使えばより良くなるから、うん、ギターのアンプが良ければギターの差の違いでちょっとしかないなんていうねこの逆方面にちょっとしかないなんていうことをうやつはね分かってないんで俺が言わせれば 意味が悪いですやめろでした